リゴ科学コラボレーションは重力波探査に特化した国際的な物理学研究所と研究グループによる科学コラボレーションである。LSC はバリー・バリッシュの指導のもとに1997年に設立された。その使命は研究、出版物、その他のすべての科学的活動を編成し、個々の参加者及び機関に対し同等の科学的機会を確保することである。 ここでいう参加者には、リゴ研究所と共同研究機関の両方の科学者を含む。バリッシュは、レーナー・ワイスを初代のスポークスマンに任命した。LSC のメンバーは、ワシントン州ハンフォードとルイジアナ州リビングストンに、あるのアドバンストリゴ検出機、及びドイツザルスタットにあるジオ600検出機に、アクセスすることができる。 ヨーロッパ重力観測所との合意により、LSC のメンバーは、イタリアピサにあるバーゴ鑑賞系のデータにアクセスすることもできる。LSC とバーゴコラボレーションは別の組織だが、彼らは密接に協力しており、まとめて LVC と呼ばれる。現在の LSC スポークパーソンは、マサチューセッツ工科大学のデビットシューメーカー。事務局長は、フロリダ大学のデビットライツェである。 2016年2月11日、リゴとバーゴコラボレーションは2015年9月14日に初の直接重力波観測に成功したと発表した。2016年、バリッシュはリゴとリゴバーゴの科学コラボレーションの形成に貢献し、初の重力波の検出に至った技術的、科学的側面に対処する役割に対してエンリコフェルミ賞が授与された。 また2017年、バリッシュ、レーナー・ワイス、キップ・ソーンに対し、ノーベル物理学賞が授与された。彼らは、この賞は、LSC 全体に対するものであるとコメントした。リゴ科学コラボレーションの2015年11月、現在のメンバーは、以下の通りである。ありがとうございます。